まあ片足でも義足でもスノーボードできるだろうな。で当時誰もやってるしいなかったし、まあ本当人間って体を失った後、僕も思うんですよ、スノーボードもし足があるうちにやってたら、この左足の足首を動く状態でやってたら、もうちょっとなんかこう上手というか、なんか違うことやりたいかな。有田です。まあ今回は前回のね予告通り、人間って物を失ったりとか、なんかねそのできなくなってしまったりすると、もう一回ねそれをやりたくなってしまうっていうね、まあ本当にわがままな生き物だなと思うんですけど、まあどんなことかっていうとね、まあ僕もすごい人間の体ってすごいなって感じたのが、やっぱり手足を、まあ僕の場合手は失ってないけど、まあ足を失った時で、失ってから人間の体ってすげえなってことに気が付いたんですよね。何かというと、人間の足って坂道に行ったら勝手にこうね坂のとこにこう傾斜にこうね、いろんな風に合わせてくれるじゃないですか。やっぱ義足だとなかなかそれって難しいんですよね。まあ今後いろんな技術が発展して、なんか神経とかね、いろんな電気信号で元々のね足のように動く義足も出てくるかもしれないけど、まあそれを手に入れれる人、手に入れれない人もいると思うし、まあそれはね、まあ今回の話とは全然違うけど、まあ元々人間の体ってすげえなっていう話で、そんな余分なというか、まあね、そういう人間の技術を使ってやらなくても体が勝手にやってくれる。で、人間の体って鍛えたら鍛えた分だけすごい進化するじゃないですか。猿みたいに木から木に飛び移れるし、まあ例えばね、レッドブルとかモンスターのライダーとかみたいに、ね、X ゲームとかに出て、リューツアーとかに出て、なんかすごいことやれるじゃないですか。ね、なんか、いきなり着った瞬間にいきなりバク転するとか。ね、人間の体ってすごい体操選手とか見ててもそうだし、スノーボーダー見ててもそうだし、まあいろんなスポーツの選手見ててもそうだけど、どこまで人間の体って無茶なことできるというかね、極限のエクストリームができるかなって、人間の体の進化ってすごいと思うんですよ。人間の体ってもともとほんとすごいのに、失って初めてその凄さに気がつく。人がやってるところを見て、あ、人間の体ってすげえなと思うのはみんな感じることだと思うんですよ。でも自分がいざ亡くなってみたりすると、あ、なんで亡くなる前にやってなかったんだろうなとかって思う人もいるはずなんですよね。で、僕が思うのは、前回の話のね時の話だけど、なんで義足になった人って結構走りたがる人とか多いんですよね。なんか足亡くなったイコールなんか走れない、足をなくなったイコールもう一回走りたいがなんかリンクしてるのかな。僕はあんまりそれがちょっとわかんないけど、僕はあんまりなんか義足をつけて走りたいという感情に駆られたことがないので、まあ走りたくないって思ったら嘘だけど、まあ普通に義足で走れるんで、わざわざスポーツ義足を作ってまで走る必要がない。で、普通の義足でもまあそこそこその辺の人と負けないぐらい走れるしっていう感じ。もちろん多分情報がそういうところが多くてね、あ、義足でも走れるんだって、やっぱ足を失ってへこんでいてできなくなっただろうなっていうことをまず歩けることで安心してね、走れるっていうことで自分に自信がついて、とても素晴らしいことだと思うんですよね。それで僕はそれはそれで全然新たにね、あ、こういう可能性もあるんだ、こういう可能性もあるんだって気がついて新しいことにチャレンジしていくのはとてもいいことだと思います。そう、まあそれって、まあ手足を失ってからだけのことじゃないと思うんですよね。例えば大切な人を失うとか、自分がこういう行いをしていけばあの人を失わなかったな、失ってから初めてなんかいろんなことって気がつくじゃないですか、人間って。うん。で、体もそうなんですよね。例えば手足があった頃って僕って、自分の実体験、手足があった頃って僕ってあんまり体を動かそうっていうタイプでもなかったんですよ。なぜかというと、まあなんとなくできた。で、別に僕やってるスノーボードでもそうだけど、わざわざ足がある時にスノーボードをやろうっていう気にもならなかったんですよ。僕の場合は、まあ足がなくなったからこそスノーボードを始めたっていうのもあるんですよね。うん、まあ片足でも義足でもスノーボードできるだろうな。で、当時誰もやってる人いなかったし、うん。今でこそね、なんかいろんな日本のナショナルチームもできて、いろんな選手が入ってきて、義足でスノーボードやるっていうことも結構当たり前になりつつあるんですよね。もう結構当たり前、うん、知ってる人も多い。だから僕は新しいバックカントリーとかね、違うジャンルにどん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 チャレンジしてるんですけど、まあ僕よりもね、スノーボード上手い日本人、もう本当に日本にたくさんいるんで、やっとね、もう若い子もたくさん出てきたし、ね、もともとプロのライダーやってて怪我して、その人がもう一回ね、カムバックしてきた人もいるし、まあその人なんてね、もう本当に上手。めちゃくちゃ上手い。もう多分スノーボードやってる人は多分あの人のこと話してるんだろうなってことはわかると思うけど、本当に上手。うん。で、もう一人、もともとね、プロのライダーやってて、仕事中の事故でね、足がなくなった選手もめちゃくちゃ上手。本当に上手。まあそういう人もね、たくさん出てきて、僕としてはね、嬉しいですよね。で、それで、まあ全然またね、話が逸れちゃったけど、まあ本当人間って、体を失った後、僕も思うんですよ。スノーボードもし足があるうちにやってたら、この左足の足首を動く状態でやってたら、もうちょっと、なんかこう、上手というか、なんか違うことやりたいかなとかね、思ったりするんですよ。それってやっぱ、失ってから初めて気づいてるんですよね。人間の体ってすげえなとかね。で、失ってからいろんなことにやる気が出た。多分僕、手足が全部揃ってたら、多分そこまでやる気がなかったのかな。多分僕の場合は、足がなくなったことに対して、それが全部いい風に向いてるんですよね。足がなくなったからこそ、いろんなことにチャレンジしようとかね。
うん、足がなくてもどこまでやれるんだろうっていうね、失ってから完全に気がついてる。山登るのもそう、人間の体すげえいいなと思うんですよ。山を登るときに山の傾斜に合わせて足をこうやって合わせてくれるんですよね。でも僕の足ってこうからならないんで、登るときはこうするうまく登れないですよね。うーん、なんて説明したいんだろう。まあこのね、足を使うと足首固定されてるんで、例えば人間の体ってこうなったときにここがこうやってグニュッと曲がるじゃないですか。登るときにこうならないんですよ。だからつま先を引っ掛けて登るとかね。で、下りもそうなんですよね。下りって人間の体ってこうなるじゃないですか。足首だけがこう動くじゃないですか。僕のならないんで膝が折れちゃうとかね。だからかかとをうまいこと引っ掛けて降りていくとかね。まあ義足の人は多分わかると思うんですけど、まあ健常者の人はまあギブスで一回足を固めて山登りしてみてくださいって話なんですけど、まあそうすると義足の人がね、どんな感覚で山を登ってるかわかると思います。だから本当人間の体ってすげえなと思うんですよね。でよく僕が思うのは、足がなくてやれるってすごいねって言うんですけど、いやいや僕足がなくてもやれて、僕らじゃそんなことできないですよっていう人もいるんですよ。いやいやいや、そのあなたたちの体を持ってたら僕らがやってることは全てできますと思うんですよね。僕それすごい感じるんですよ。うん、なんかすごいもったいないことしてるなと思って、ね、まあそれを使う使わないはその人の自由だし、僕も足がある頃は使ってなかったからね、なんか自分に言ってるような感覚になるんですけど、手足が全部揃ってる状態だったら、もう人間の体ってもうほんと無限の可能性を持ってるんで、いろんなことにチャレンジしてほしいなって話なんですよ、今回は。もうほんとね、人間の体ってね、無限。いろんなことやれる。そう、僕の場合は、あ、やっぱね、足がなくなって、できるかな、できないかな、よし、やってみようっていうね、そのチャレンジ精神でやってるんですけど、まあ、足がある人も最初やるときってそうだよね、きっと。俺でもできるかな、できないかな。で、始めると思うけど、手足があったら、大抵のことはやれる。間違いなくやれる。まあ、その人の、なんだろう、その、もともと生まれ持った、その、なんだろう、センスとか感覚とか、もうもちろんあると思うけど、手足があったら、よっぽどのことはやれる。で、もし、ね、その人がもし、怪我をして、僕らみたいにね、怪我をして、手足を失って、わぁ、やっとけばよかったなって、必ず思うときが来ると思う。もし、その人が、手足を失ったらね、僕はそうやって思ったんでね、いろんなことやっておけばよかったなってね。ほんと人間ってわがままで、自分の体が健康だったりとかね、手足が全部揃っている時ってあんまりね、物事にチャレンジしないと思うんですよね。でも手足を失ったりとかして、障害とかを持つとね、チャレンジ精神が出たりとかね。で、その時に初めて体のありがたみ、健康のありがたみを気づく。人間って本当にね、なんで本当に僕はそれを自分が足を失って気がつきました。なので、まあいろんなことにチャレンジしてみてください。なんか話がなんかまとまったのかまとまってないのかわかんないけど。次回なんですけど、最近ありがたいことに、僕、すごいね、問い合わせをいただきます。まあ足を亡くなりたてほやほやの人から、まあ周りの人がね、足がなくなっちゃったとか、まあ当事者で足がをずっと歩いてるけど、どういう義足がいいですかとか、いろんなね、問い合わせをいただきます。なので、次回は過去にね、どんなお問い合わせをいただいたかとかね、そういうことをお伝えしようかなと思います。